きげんよう。3人は本当に仲がよろしいのね。皆様ごきげんよう。ええ、お二人にはとてもよくしていただいています。ねえ二見さん、あなたは光様に投票なさると伺いましたけど本当ですか？信任投票のお話であればそう考えています。ほら見なさい、私の情報によれば二見さんは会長のクロールに入られているのだから。そこは間違いですけど、皆様はもうお決めになられたのですか？それが迷っているの。光様も陽花様も素晴らしい方ですから。二見さんはお二人とよくお話をされていますでしょ？よくというほどではありませんが。光様はやはり素晴らしい方ですか？ええ、それはもう。お近づきになられて本当に羨ましい。二見さんがおっしゃるなら私も光様に投票いたしますね。私もそうしますわ。どなたに投票されるかはご自分でお決めになられた方がよろしいかと。だからこそです。私たちよりも二見さんの方が光様と陽花様をご存知ですから。では失礼しますね。どういうことでしょう。あやめ自身はすでに票を持っているということです。票？一票を与えていただいているようですが、それは皆様と同じような。そういう意味ではありません。困った人です。あ、ミツさん、後でご一緒に。着席してしまいましたね。今日は朝からお元気がなくてどうされたのでしょうか？やはり光様にご投票するそうですよ。まあ本当に？お二人がご一緒されているお姿とても素敵ですわよね。昨日は思わず見とれてしまいました。私も光様に投票しようと思うの。二見さんがおっしゃるなら間違いないことだと思うんです。そうですよね。仕上げられたのだから当然よ。それはそうなのだけど、私あの方の笑顔が好きなの。わかるわ。それに引き換えあの妹さんの方はどうしようもないわね。本当にあんな妹さんじゃ光様がかわいそう。投票に影響しなければいいけど。お仕事がないのでしたらそろそろ帰りましょうか。気量でしたら同意します。
しかし、その前に質問があります。何ですか？蜜が見当たりません。心当たりは。もうお帰りになったのでしょうか。あやめ、喧嘩をしたなら正直に言ってください。お仕置きの軽減くらいなら3段階ほどで考慮しますので。お仕置きが確定ということと、その3段階の程度がどのようなものかは気になりますが、喧嘩などしていませんよ。どうしてあの蜜から笑顔が消えたのですか？あやめにはルームメイトとしての責任があります。明日までに蜜を取り戻してください。できる限りのことはします。というか、そんなに睨まないでください。ええ、それが全く。あの、二見さん。あ、はい、何ですか？その、廊下に光様がいらっしゃっています。少しお話をとのことで。ヒカルさんが？ごめんなさいね、二見さん、レイニナさん。教室へ用事があったものだから、少し様子を伺ってみただけだったのよ。会長は、ご自分の人気を考慮するべきかと。あなたが新入生のフロアに現れたら、騒ぎになるのは当然の結果です。そうね、少し浅はかだったことは認めます。それで、蜜の姿が見えないのだけど、今日はご一緒ではないのですか？ご一緒したかったのですが、その蜜の姿が見当たりません。え？それが、お一人で帰宅なさってしまったようで。ご迷惑をかけてしまったのね。ごめんなさい。迷惑などと説明した覚えはありません。私は蜜と帰りたかっただけです。訂正してください。そうでした。ありがとうございます、レイニナさん。はい。ヒカルさんは何かご存知ありませんか？昨夜までは普段とお変わりないご様子だったのですが。私には思い当たらないわ。確かに蜜の様子としてはおかしいとは思うけれど。私も気に留めておきます。二見さん、レイニナさん、蜜をよろしくお願いしますね。はい。ヒカル様、こちらにいらっしゃったのですか？そろそろ。わかりました、ありがとう。では失礼するわ。お時間を取らせてしまってごめんなさいね。もう寮にお戻りになっているかもしれません。ひとまず帰りましょう。わかりました。ここにいたぜ。チッ、手間取らせやがって。え？
でしょうか。そろそろ寮へ戻らなければ。そこをどいていただけますか。本当にいいのかよ。構うかよ。こっちはお墨付きだ。それに副長殿だってよろしくやってるって話じゃねえか。しかしな。やめ。なかなかいい顔してんじゃねえか。体つきも悪くない。これならそこそこ楽しめるだろう。お前も好きだな。興味がねえ人間がこんなところまでのこのこついてきたってのか。ま、そりゃそうだ。おい、そっちを持てよ。さっさと済まそうぜ。ああ針がたまらないな。おい、あまり楽しむなよ。さっさと済ますんだろ。仕方ない。おい、口を押さえて。目だな。抑えろ。俺はそっちのをやる。ちょうどいいじゃねえか。一人足りなかった、ね、まあそうだな。はい。ああ、そこまでだ。ヨウカ、夏日妹、無事か？先生、よかった。来ていただけたのですね。もう心配はいりません。ミツさん、立てますか？ごめんなさい、時間が。
させてしまっただけだったわ。ヨーカ様は考えなしにですか？ええ実を言うとね、私はみんなに尊敬されるような優等生などではないの。家が少し裕福だったから、この学園にも両親のつてで入学しただけ。成績も運動もこれといって特技らしい特技もなくて、生徒会では頑張って見せているのだけど、いざという時にはやはり化けの皮が剥がれてしまうのよ。幻滅したかしら。ヨーカ様はかっこよかったです。とても素敵だと思います。ありがとう、ミツさん。それは最高の褒め言葉だわ。ミツさん、話を聞いてください。お話はもう終わりました。あやめさんにはとてもお世話になってしまって、感謝の言葉もありません。けれど、もう決めたことなんです。ごめんなさい。ミツさん！ミツさん！ご期待に添えなくて申し訳ありませんが。ありゃ。今しがた、廊下でミツとすれ違いました。お話を聞かせてください。少し、待ってください。私も気持ちの整理がつかなくて。なるほど。それでミツは副会長のルームメイトになったと。寮館さんにお伺いしましたが、確かにそのようです。ヨーカ様たってのお願いとのことで。寮の部屋割りは厳格に見えて実際は管理上のものです。ですので、正当な理由さえあれば、学年ごとの等の変更も可能でしょう。そして、正当な理由を副会長が用意するのは、さほど難しい話ではないかと。でも、どうして突然？門限を遅れての起業でしたので、放課後、ミツさんに何かあったのだとは思うのですが、教師や寮官が総出で町へ向かっていたそうです。何か問題が発生し、その対処に向かったものと思われます。それにミツさんが？詳細は不明ですが、時間は合致します。明日にでも詳しく調べてみます。はい、お願いします。ミツを取り戻します。ミツさんがそれを望んでおられるのならそうしたいです。けれど、ミツさん、あやめ、わかっています。しかし、何も分かっていません。おりゃ、しっかりしてくださいとは言いません。けれど、あやめは友人失格なんかではありません。あなたはミツと私の大切な人です。ありがとうございます。
よう。お時間です。あーりゃ。はい、おはようございます。私の言葉かと。いいえ、私のものです。その様子では問題はないようですが。はい、アーリャのおかげで。あやめでも心が折れてしまうのですね。少し意外です。アーリャがいてくれなかったら治れなかったですよ。感謝しています。それはないでしょう。けれど少しでも助けになれたのなら嬉しいです。ささやかなお礼にしかなりませんが、お風呂ができています。どうぞ。それなら先ほどアーリャのルームメイトの方が届けてくださいましたよ。損ねる手法でお手つきをしたという話は聞いたことがありません。もし蜜も望んでのことであるのなら、それは私がとやかく言うことではないでしょう。しかしこの時期不敵ですか。まずは本人に直接尋ねることが先決でしょう。いくらお部屋を変更してもクラスを変更するわけにはいきませんから。
相手は陽花様よ。夏日さん、あなたが陽花様と同室になられたと聞いたのですけれど、本当に？はい、昨晩から。さあ、それでは陽花様のコロールにも？そちらにはまだ。けれど、そのつもりで考えています。私なんかが本当にいいのかと、まだ不安なのですが。あやめ。はい。みつさん、お話があります。はい、私もです。廊下でいかがですか？おはようございます。あやめさん、アーリャさん。みつ、そのような挨拶は必要ありません。単刀直入に行きましょう。昨晩は急なことで申し訳ありませんでした。陽花様からお声もかけていただいて、それでお部屋を移動することになりました。それがミツさんが望まれたことなら、私たちがとやかく申し上げることではありません。お聞きしたいのは。何でしょう。何かお困りのことがあるのではありませんか。するわけにはいきませんから。それに自分自身で決めたことなんです。この時期にですか。信任投票への影響、ミツが考えもしないとは思えませんが。お姉様なら大丈夫です。私一人の影響なんてほんの小さなものですから。お姉様にお会いすることがあれば、こうお伝えください。私は必ずお姉様に投票しますと。しかし、ミツさん。ごめんなさい。そろそろ着席しなくては。こちらが落ち着きましたら、お部屋へ遊びに伺います。アーリャさん、あやめさんをよろしくお願いしますね。アーリャ、どう思われますか？本心でしょう。すべてを理解した上で、ミツは副会長の誘いを受けたと考えます。本人の望みである以上、私たちではどうすることもできないかもしれません。私の好きなミツではありません。ミツはいつも楽しげで、そして誰よりも温かい瞳をしていました。大丈夫ですよ、アーリャ。ミツさんは私たちの大切なお友達ですから。はい。私はヒカルさんにご相談してみます。聞いているわ。ミツが陽花の部屋に行ったんですってね。はい。ですがどうにも納得できないところがありまして。そうね。これは由々しき問題。実は陽花は年下で小柄な女の子の方がいけるタイプなのよ。今日はご冗談を聞きに伺ったのではありません。わかっているわよ。あやめがあの子を心配してることくらい。
ヨウカはとても頭のいい子よ。だから様々な思案を巡らせて蜜を抱え込んだんでしょう。ではヒカルさんもやはり信任投票に絡んだものだと。けれど自分の思い通りにならないからと乱暴働く子でもない。その証拠にあの子のコロールは驚くほど緩やかに、そして大きくまとまっているわ。ヒカルさんはこのままで構わないと？それはミツ自身が決めること。姉とはいえ私がとやかく言うことでもない。それにもしもミツが誤った道を選択したというのなら、あなたやレーニナさんが何とかしてくれるのでしょう。どうやら私に言われるまでもなくという顔ね。だったら少し好きにさせればいいと思うわ。今はすれ違っていてもあなたたちのことを好きな気持ちは変わらないと思うから。すみません、どうにも私にはヒカルさんはミツさんのこととなるといつもより冷たくなられるのではと感じてしまいます。そんなことないわ、大切な妹だもの。だからこそ学園のこんな争いを知ってほしくはなかった。それはご本心でしょうか。ええ、できることなら今すぐにでも転校して、もっと友人と笑い合える場所で生活を送ってほしいわね。会長としては私たちはミツの友人には不適格ということでしょうか。レーニナさん、今日は来ないと聞いていたから驚いたわ。何か忘れ物かしら。いえ、あやめに用事があっただけです。そろそろ会話が終わる頃と判断しました。そう、ごめんなさいね、あやめを独り占めにしてしまって。お構いなく。あと、リラックスなさるのはいいことですから、無理に取り繕う必要はありません。普段から無理をなさっている会長はなおさら。あれ？アーリャは特別なんです。とても勘のいい方なので。2年がかりで築き上げた私の苦労って一体。心配は無用です。興味はありませんから、口外する気もありません。あやめ、お話の内容が有意義でなかったことは伺いますが、結局現状維持ですか？ええ。信任投票が終わるまでは仕方がないでしょう。ヨウカだってあの子をどうしようとは思っていないはずだもの。会長から見て、ミツは副会長の何に惹かれたと思いますか？そうね。ヨウカは人格者よ。そして強いところも弱いところもある。それがヨウカの魅力でしょうね。答えになっているとは思いませんが。そうかしら。レーニナさん、悪いけどもう少しあやめを借りるわね。理由次第で却下します。あら、厳しいお目付け役ね。放っておくと自分に不利になることにまで手を出す困った人ですから。私でも可能なことでしたら引き受けますわ。それは助かるけど、あなたではダメなのよ。あなたは夜明けの霊場の一員ではあるけど、投票権も非投票権もないから清廉な中立が求められるの。信任投票に関してですか。明日の演説会の原稿が仕上がらないのよ。あやめにも意見が聞きたくて。演説会の原稿ですか？そんな大切なものに私の意見など。平気よ、新入生が感じる印象が聞きたいだけだから。なるほど、そういうことでしたらぜひお手伝いさせてください。私にはお構いなく、自分の作業がありますから。体
借りるって、それあなたの机よ。それもそうでした。どうも苦手な場所なので。では、あやめ、ソファーの方へ来てくれる？はい。